しかもパナソニックのベストな機材を使って撮影して、それを太陽光発電のエネルギーのみで、全世界に配信する。5月21日の金環日食、あと1か月ぐらいに迫まりましたね、YouTube をご覧になってる人、もちろん撮影するぞ、今回、ベストで見られるの、どちらかというと太平洋側ですね、日本海側の人、残念ながらバチッとは見れないです。 あと機材の問題ですね。その下地敷き使ってみると目やられますので、専用のサングラスとか、あとカメラ用のフィルター、LD フィルターが必要です。それもお金がかかりますね。そこでパナソニックが面白い企画やります。それ金管日食っていう太陽のイベントだけあって、太陽光だけでライブ中継します。太陽光発電だけでライブ中継します。 しかもパナソニックのベストな機材を使って撮影して、それを太陽光発電のエネルギーのみで全世界に配信する、非常に面白いイベントじゃないのかなと思います。ベストの位置で見られない人、その人はこのライブ中継、それを期待するといいのかなと思いますね。しかも完璧に場所、機材、それを整えたとしても、曇ってたら残念です。パナソニックの中継は富士山山頂、 そこでで中継されますのの、まあ、曇りのリスク非常に少ないです5月21日の当日撮影する人もしない人もパソコンを置いてストリーミング映像パナソニックのライブ映像それを見るのがいいのかなと思います。